マッハ。レッツ変身。シグナルバイクで変身するライダーはマッハだ。マッハ。シグナルバイク、ライダー、追跡撲滅、いずれもマッハだ。メテオ。M ワス、変身認証だ。人工衛星で変身するライダーはメテオだ。メテオ。ウォッチャー。人工衛星エンバスで変身するライダーはメテオだ。こんにちは、アスブンジャーです。今日はガシャポンのライドウォッチの第4弾のマッハとメテオの音声を予想します。まずマッハですけど、これはですね、白に黒なのでフォーズですね。フォーズのここを外して、例えばドライブですね、ドライブのこの黒、これをつければいいですね。で、あとはちょっと分解してスイッチ、これを交換すればいいですよね。ボタンも交換しました。そしたらここの部分なんですね、切り取ったのでここに貼っ付けますね。お、これでマッハライドウォッチの完成です。音声はそうですね、レッツ変身、シグナルバイクで変身するライダーはマッハだとか、あとはですね、シグナルバイク、ライダー、追跡撲滅、いずれもチチチチチマッハだとか、どうでしょうね。ただですね、この2つがめちゃめちゃ短かったんで、今回のマッハとメテオも短い可能性が高いんですよね。次はメテオですけど、これは青に黒なんですよね。なので、まあ青といえばこのブレイブとクロコダイルですね。どっちかというと、まあこっちの方が多いですね。これにドライブのここ黒いやつつければ良さそうですよね。まずブレイブですね。ブレイブのスイッチとこれ取って、でドライブのやつ、あれあれ何、ですね、どうやらですね、ブレイブはガシャポン限定じゃないですか。で、ドライブはこっち、ガシャポンじゃなくて、これ、食玩の方のドライブなんですけど、これ、このちょっと紙花みたいですね、共通のパーツだと思ってたんですけど、違ったみたいです。でも、このスイッチは入りました。ガシャポンと食玩の違い、ここだったんですね、ここ。ここの、これはちょっと違う。こはぁ。とりあえず、これ貼りますね。いや、まさかこれつかないとは思わなかったですね。びっくりですね。手で押さえるしかない。とにかく音声の方はですね、エンバス変身認証だ、人工衛星で変身するライダーはメテオだ、それからですね、あとはフワッチャー、人工衛星エンバスで変身するライダーはメテオだとか、どうでしょうね。ちなみにですね、マッハとメテオの LED はと見つからなかったです。どっか見落としてると思うんですけど、すいません。というわけで、マッハとメテオのライダー解説音を予想してみたでした。ちょっとでも当たってるといいんですけどね。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。